FCM 海一重戦車フランス軍多方塔戦車は複数の砲塔を有する戦車である。第一次世界大戦から戦艦機にかけて開発、軍への採用が行われた。初めて戦車が各国から実戦投入された戦争は第一次世界大戦であった。ヨーロッパを縦断して大規模に行われた西部戦線のような残豪戦において 残豪突破兵器としてのニーズが生まれた。戦車の行使はイギリスにおける陸上軍艦構想であった。その結果生まれた世界最初の戦車、マークアイ戦車は両側面に二つの砲角を有していた。しかし、1917年に登場したルノー FT-17 系戦車が採用した全周旋回可能な砲塔を車体上部に搭載する形状が 効率的な戦車のレイアウトとして確立され、その後の多くの戦車がそれに習うようになった。第一次大戦が終結し戦艦期に入っても、新時代の兵器として戦車の研究開発が続けられた。しかし、戦術思想的には進歩はなく、相変わらず戦車は残豪突破が主目的とされた。A11 インディペンデント重戦車。 イギリス軍参謀本部の構想に基づき、1925年に、ビッカース・アームストロング社によって製造された A1、E1 インディペンデント重戦車は、不評と共同せずに単独で残豪戦を打ち通しすることを目的に作られた戦車で、車体中央の四方塔の周りに、機銃塔四基を配置した合計五基の砲塔を持つ多砲塔戦車であった。インディペンデント重戦車は、 各国で注目されたが、大型でコストコとなる多方当戦車は1929年の世界恐慌による軍備予算縮小もあって装備化が進められることはなかった。しかし、ソビエト連邦ではインディペンデント重戦車を参考にした T-28 中戦車や T-350 戦車などが量産されることになり、特に t-28 の生産数は500両を超えた。なお、ソ連はイギリスに対してインディペンデント重戦車の購入を打診していたが、断られてしまった。そのため、t-35 は、砲塔のレイアウトこそインディペンデントと類似しているが、その他の点についてはソ連がインディペンデントの外観だけを参考に独自に組み上げた。他砲塔戦車には、複数の方向へ資格なく、 機銃を配置することで、速報や後方からの攻撃を防御しようという意図があった。移動統治下より、むしろ移動状態である。戦車を多数投入して、お互いに防衛し合うといった思想ではなく、単独使用でも、不評の肉薄攻撃に耐えうることを意図した発想である。特に側面攻撃から守られることは、戦車の敵陣突破を容易にすると考えられていた。だが、 実際には得られる利点以上に数々の問題が生じた。それは以下のような問題である。大型化と重量増による機動力の低下重量軽減のために全体的に装甲が薄くなる複数の砲塔を持つため、車体規模に比して小型の手法しか装備できず火力に劣る操作人員の増加により戦車内の士気の混乱が発生しやすい。高密度化された設計による 整備性の低下を価格設計コンセプトが実戦にそぐわない側面、後方からの攻撃に対する防御という意図は、前週戦海砲登場の手法に、同軸機関砲を装備し複数の戦車が共同するという方法で、より合理的に対応可能であった。しかし、その大きさによる威圧的な外観は、軍事力をアピールするには好都合で、 軍事パレードなどで花形として展示されることもあった。設計コンセプトは、不評支援に特化した重装甲の戦車として、不評戦車などに残ったが、それに以外の国で多砲等戦車が多数量産されることはなかった。イギリス・フランス・ソビエト連邦ドイツ国大日本帝国、ウィキメディアコモンズには、多砲等戦車に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。